ランちゃんが多分半年ぶりぐらいやるの、もっとか。はい。なので役職の説明久しぶりにガッと全部やりたいと思います。ありがとうございます。はい、上から順番にいきますよ。ドクター、ドクターは夜の間に誰か一人の家を指定して、その人が 何者かに殺されていた場合復活させることができる役職です。ドクターのバカも存在します。ドクターはバカであっても本物であっても家に来たことが家主から見えるようになっているので、ドクターを引いた際は必ず毎日誰かの家に行くことをお勧めします。バカを飛ばしてクリーナー、インポスター専用の役職です。ほうきを持って夜の間に、誰か一人の家を指定し、その人の役職が、見えなくなるようにする役職です。クリーナーされた人は例えば処刑されたり、襲撃されたり、インベスティゲーターやネズミなどで調べられたりした時にわからないという表記になります。ブレイマー、ブレイマーは、誰か一人の家を指定し、その人の家に、ペンキを塗る、すると、その人が持っている役職が色が反転します。詳しくは必ず赤色の何かになるように、役職が見え方が変わってしまいます。この後説明する役職は赤と緑が両方ともある役職ばかりなのですが、例えばドクターや、第三陣営のニュートラルにブレイマーを使った場合は適当な赤の何かに塗り替わりますのでお気をつけください。ブレイマーは1ゲーム中2回までしか使えません。あ、ドクターの説明で1個忘れてたんですけど、同じ家に連続で行くことはできません。続きましてトラッカー、トラッカーは、夜の間に誰か1人の家を指定し、その人がどこに行ったかを足跡で翌朝知ることができる役職です。同じ人の家に連続していくことはできません。また家から出ていない場合は足跡は翌日見えません。続きましてがポリス、ポリスは、誰か一人の家を指定し、その人が家から出て何らかの行動をしようとしているのを、ストップすることができる役職になります。ポリスは同じ人の家に連続で行くことができません。続きましてルックアウト、ルックアウトは誰か一人の家を、見張って、その人の家に何色の誰が何色が来たかを知ることができる役職です。同じ人の家何度も連続していくことも可能です。続きましてインベスティゲーター、インベスティゲーターは人狼でいうところの占い師みたいな役職で、選んだ人を夜の間に、緑色の何かと赤おわ青人外の何かの2択で知ることができます。続きましてトラッパー、トラッパーは、仕掛け、夜の間に誰か一人の家の前に罠を仕掛け、その家を訪れようとしている人一人を罠にかけることができる役職です。罠にかかった人は役職の実行等は、実行されませんので、罠にかかったかどうかも夜の間にアクションで知ることができます。同じ人の家に連続していくことができます。続きましてネズミ、ネズミは1ゲーム中1回だけ、1人の家を指定し、その人が何色の何であるかまで完璧に知ることができる役職です。1ゲーム中1回しか使えないため、家を出る行動は1回しかできないため、ネズミを使った後家を出ようとしたのを止めましたって言われたら、ネズミなのになんで家出れるんだみたいな感じで人外が透けてしまうこともあります。お気をつけください。さらに、アップデートによりこのネズミにもバカが登場しておりますのでお気をつけください。続きまして挑発者、挑発者は夜の間に誰か一人の家にすで、に2票入っている状態にする役職です。夜の間スピーカーを持って騒ぐことで、すでに2票入った状態で昼議論がスタートするという役職です。1ゲーム中に2回までしか使えません。ここまで説明した役職の中に、バカが付随してつくことがあります。赤専用のクリーナーとブレイマー、そして最後に説明した挑発者、これ以外の役職はバカとなっているケースがあります。バカという役職は、その役職が配られたと思い込んでいるが、実際にはそんな能力がないただのバカという役職になります。続きましてちょっと長くなりますが、最後第三陣営の説明入ります。上から順番に魔術師、魔術師は夜の間に誰か一人を指定し、その人が何色の何であるかまで完璧に当てることができると、雷を落とし受殺することができる役職です。まあイビルゲッサーみたいな感覚で思っておいたから大丈夫です。赤を指定するときは役職まで当てる必要はありませんが、緑を指定する際はバカか不信かも完璧に当てる必要があります。続きましてゴースト、
ゴーストは、夜の間にまず誰か生きている人の家の前にろうそくを設置します。でろうそくを設置した人が生きている状態で自分が釣られて、そのろうそくが置かれている人が道連れになります。この道連れが発生すれば、単独で勝利条件を満たすということになります。なのでテルテルといった方が伝わりやすい、ジェスターといった方が伝わりやすいかな。続きましてサバイバー。サバイバーは1ゲーム中3回だけ自分の身を守る盾を使うことができる役職です。ゲーム決着までに最後まで生きていれば勝ちです。シリアルキラー。シリアルキラーは夜の間に、誰よりも早く動き、キルを取ることができる役職です。シリアルキラーに殺された人はわからないという表記になります。続きましてがボマー。ボマーは、夜の間に爆弾を家に屋根に仕掛けることができます。全員爆殺ないし、全員釣ったり全員処刑すれば勝ちになります。シーフ。シーフは、夜の間に誰か一人から役職を盗み、その人の役職に成り代わることができる役職です。シーフが盗んだ状態、何かの役職の陣営に属した状態でないと勝利条件満たさないので、シーフは必ずどこかのタイミングで使うようにしてください。やってみるか。そうです、お願いします。やってみよう。はい、ではまずこの時間を利用して、視聴者ご挨拶タイムとさせていただきますので、スピーカーミュートにして、終わったら戻ってきてください。いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。はい、どうもこんばんは。ほいほい、あれ俺何やったっけ。あ、これ、うん、はいはい、役職忘れそうになる。わかる。まあまあ一番上にね、あるんですけど、はい、説明も書いてありますからね。みんなでお伏せしましょう。どんどん、はい。あとはチャットにいつまちかちゃんが現れるか。めちゃめちゃびっくりするだ。始まってるってなった。まあそれはじゃあ全員戻ってきたみたいなんで、適当なとこ投票するとヒルスキップして夜に入ります。はいはい。あ、ドクターです。オッケー。はーい、スパイダーマンカコさん。インポスターのキルの行動順は真ん中ぐらいだと思ってください。あ、青の様子を見に行きますよ。ダメですね。素晴らしい。何も分からん。もしかしたらね、罠引っかかったとか、ポリスが止めたとかあるかもね。あと挑発使われてる。挑発入ってるね。本当だ。2つ。か、キルが怒ってれば白隠したのもったいないこれ。確かに。挑発の赤ってありますかね。ある。ありますね。そう、白アピのためにやってるケースもありえるけど。ちなみに俺、四つ葉さんの家に行ってます。で、挑発ではないです、僕は。なんか、スカさん方が良い気もするな、いろいろ。まあ、でも僕が思うのは、もし、トラッパーで引っかかったとか、ポリスで止めたがあったら、それは言った方がよ、ね、いいかなと思ってて、一気にも起きてないから、これ結構、そこが赤の可能性は高くなりそうかなとは思ってる。いいよ。言っていい？俺、挑発は絶対白だと思ってて、なんで赤挑発が、
行く場合って自分の白アピがしたいと思うから相方はキルすると思うのよ、そう、でそのパターンで止まったとか、うん、そう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 とかあると思うのよ。で僕はポリスに止められている人です、うん、なので、言わなくていいんですけど、僕を止めた人はシンポリです。うん、赤ポリかシンポリに止められてます僕は、なるほどなるほど。だとりあえずポリスの能力をきちんと行使されたっていう主張だよね。オッケー、なるほど。それ以上はあえて情報開示しません。いいと思う。あとインベスティゲーターだけは言っていいと思う、情報になるから。確かに、ね、いなそう。いないんだ。いない。了解。いなさそうですね。うん、多分、ね、これトラッパーもいないのか。まあ、そうすると砂場言ってくれたけど怪しくはやっぱ映ってしまうのかな。あ、全然それでもいい。映る気はないよ、言っとくと、うん、俺の家に来た人が今後来なくても良くなるから、ポリスは次のターン来てくれてもいいけど。あ、っていうか俺だけ使用しとくか、それだったら。いやー、任せはするけど、俺が人外の可能性高いみたいだから。お互いのどちょっと濃くなっちゃってる。僕ルックアウトです。あ、いいじゃん。はい。疑われてる僕だけ言っとくのがいいのかなっていう。やっぱ心象はいいよな、うん。ただ他にトラッパーもポリスもいないんだと、なんか。何がいるんだこの村。あ、いやポリスはいるんだよ。ね、あ、違う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 。ごめん、そうじゃなくて、止められた人以外を止め、行動を抑止した。うん、要はつまり、うんうん、トラップで止まっちゃった、ポリスで止めて出てこなかったがないとなると。俺ね、クリーナーとかブレイマーがいた場合使ってるケースも一応あるかなと思って、まあ、そうですね。あ、でもそうなるとやっぱりブリちゃんの言ってた挑発2人は緑かなって思うから、うん、もしブレイマーがいる場合はオレンジ既読だと思うので、うん、もし俺以外にルックアウトいる場合はオレンジ来るの結構ありかもしれない、うん、それはそうだ、ね、赤く出た方が俺が塗られてるかどうかを判別できる、うん、なんか今のところスナパイさんしか CO してないから、うん、なんか明日以降に CO して確認するのがいいんじゃない。俺別に全然スナパイさんの赤まだ追ってるから、あ、うん、全然それでよくて、うん、だからルカウトが見に来れば俺ん家にブレーマー候補が来てないっていうのがわかるやん、うん、いやわかる、めちゃくちゃいい、うん、スナパイさん初日どこ見に行きたかったとかあるんですか、うん、まあ初日だから特にないかもしれないですけど、うん、畑作です。あー、そうなの。え、畑作くん選ぶ？あのね、俺の狙いは畑作が殺されるかもではなく、畑作とかランちゃん家に行きたい人がいるだろうから、そこを見て白を取れるかなっていう狙いで見に行きました。なるほど、うん、なるほど。あ、スキップします。おい、スキップします。同じくスキップします。おやすみ。おやすみ。おやすみ。どうしよう、どうするか。これ俺にクリーナーしてもらうありかな。レレイさんキルしましょう。怪しいと思ったけど、ほら死ぬんだ。めんどく、バカ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 。挑発は？ちなみにメシアがおりました。私にとってのね、私にとってのメシアがいました。お、合ってます。メシア、俺だよ。
言っちゃう方がいいだろ絶対。え？これメシアさんは？いやいいよ。まあいいよ。俺がアメリカ蘇生してます。初日クドーマルズの方行ってます。うん。あ、ちなみに僕切られてます。うん。あ、了解。ちなみに、はい、右下のログ見てほしいんだけど、自分の矢印の右になんてマーク書いてる？アメリカ。え、僕？うん。誰に切られたか。そう、シリキラだったらここナイフになるのよ。そうそうそう。え、何も書いて、ドクロマークってこと？あ、ドクロマークってなったらインポスターキル、ね。インポスターキル。ああ、そうなんだ。そうなんだ。なので、挑発者は白角じゃない？そう。この挑発やった人は白角する。うん。クドです。トタさんとこ。白角おめでとうございます。ハイブリルックです。新っぽいなと思ってます。確認します。うん、初日、ヨスハさん家に来たのが工藤くんとアメネコです。合ってる。合ってるよ。うん。で、昨日、スナパイさんがルックって言ってたんで、うん、ルック C をさせないように発言して、うん、俺今日スナパイさん家行って誰も来てない。うん、なので、スナパイさんの疑いは残ったまま。うん。俺は今日、医学校に行って誰も来てないです。めんどくさいんやけど、まあ、僕も挑発使用しておきます。赤挑発もありえると思うんで、先に言っておきます。初日は、入れてる？初日はランさん、今回はレレイさんに入れましたが死にました。あら、やられました。ってことは、本当だとすると、ハザサコは、まあ、緑しかもうない。いや、どっちもある容疑者も全然ある。どっちもある。え、そうなん？だって僕、切られてるわけだから。ちょっと待ってね、ごめん、挑発って重なったら2のまま？いや、畑迫さんはレレイさんち行ったって言ってるから、初日ヨツハさんって言うじゃなかった？いや、ランさん。あ、オッケー、ごめん。じゃあ、畑迫さんが隠しろやね。いや、まだ分かんないと思うんで、そこは分からない、赤も可能性あるけど、単純にキルしてる、レレイさんをキルしてるパターンが多分僕はあると思うんで。ポリス出たら？ポリス俺。あ、そうだ、レレイさん止めに行ってるんや。めんどくさって言ったのそれです。ポリスなので使用しておきます。ちなみに止めてます、レレイさんは。初日？いや、違う、初日はスナーパイさん止めてる。オッケー。初日俺ん家にドクターもう一人来てて、医学校じゃないみたいだから、もう一人いるはずなんだけど、いなければレレイさんがドクターです。レレイさんだね。ドクターバカだ。ドクターバカ。なるほどね。そらまでどう。というわけで使用が出揃った感じ。これほぼスナパイさん人外じゃね？人外っていうか赤じゃない？うん。ミサトランさんって役職いつだっけ？ランちゃん。ああ、言ってないですね。ネズミですね。あら、ネズミ、はい。あれ、アミネコさんって何て言ってましたっけ、まあ、僕は言ってないですけど、まあ、バカ隠してるんでって言っときますね、僕は。はい、僕、今日でバカ隠しました。まあ、昨日から多分バカだろうなと思ってたんですけどね。うん、まあ、青はあるかなぐらいだね。蘇生できてるっていうことがあるから。まあ。で、トータスさんが何だっけか。ポリス。ポリスですね。うん。え、でもさ、青で僕、よっちゃんちとトータスネ行ってるから、その場合って青だと？まあ、借りられてくるから、まあいいんじゃない？放置で。あれ、ちょっと待って、初日俺止めたのがどっち？俺。トータス。うん、あれ、よっちゃんってポリスやね。畑坂2日目がスナパイさん。ああ、じゃあよっちゃんバカかな？俺、試験はそうだね。バカだと思う。であれば、トータスさんがシン、よっちゃんがバカが、せいだとすると、俺試験。アタサコミサトランになるの。まあ、あり得る。押しにくよし、スナパイだな、これは。オッケーオッケー、じゃあ今日は俺釣ろう。で、アタサコミサトランを釣れてください。え、マジ？言いにくい。あ、ルック。ルックしかも死んだ。死ぬね。
これ良くないな。俺ヤコさん切りに行くべきやったね。え？ん？ああ、ハイムリさんか。はいはいはい。あ、ルックか。そうだよね。ルック、まあまあ。ごめん、先に言うとかミスって俺、工藤さん止めに行きます。出てきてません。ああ、はい、出てないです。はい。今回の気になるから。いかんでよかったところ。てか、まあ、まあ、今日は。あたさこ、ランちゃん。てか、ランちゃんがネズミ使ってないのがちょっと。うん。まあ、知らざるを得ないかも。ランさんに入れてます、今回。うん。よっちゃんが2日目にスナパイさん止めに行った理由って、なんかある？1日目使用してたから、うん。特にそれしかない、うん、難しいことは考えてないかも、うん。うん。工藤、ちょっと聞いて、皆さんに聞いてみたいんですけど、ハタサコ、ヨツハの赤ってまだあると思うんですよ。で、ミサトラン、うん、青とかだと、2キル入るような気が、あ、トータスが止めれるのか、片方。僕はほぼ、ハタサコ、ミサトランが赤で、トータス、ヨツハが青だと思ってます、うん、もう、僕視点が。俺でも止めた実績は、ね、青ない。青はないよ。あって、赤。なら赤。あ、ちょっと僕が確認したかったことって、仮にヨツハ、ハタサコが赤でも、トータスが止めれば間に合うんですかね、これ。トータスが真ならね。うん、ポリス入らないかも、それが。おーい。うんうん。あざす。ランちゃんはなんかネズミ使わなかった理由とかある？いやー、ちょっと様子を見ていこうかなというところで、長い様子だね。だいぶちょっとこもりすぎたところあるんですけど、次じゃあ見ます。いや、もう次もないよ。許されやんと。でも、トータスさん確実に止めれる人ですもんね。うん、よっちゃんが止めたって言ってたもんね。よっちゃんがバカポリスになってるんだったら、基本的にトータスさんが新ポリスになる。けど、あやさんが新ポリスやったから。これ、ランちゃん側からだったら工藤はたさこに挑発ってのが多分強い。俺もないっす。あ、でもないっすよ。あ、もうないのか。ないのに俺が止めに行ってしまったからほんまにごめんよ。じゃあこれ負けるかもしれないのか。アメネコが緑前提だとさ、能力使用が証明できてるはたさこさんとトータスさんが赤同士で、ミサトラン四つ葉の青同士になるんじゃない、アメネコ緑なら。あ、だからそうなのか。そう、これまずいね。赤ってなと、だからトータスさんとハタサコさんは、まあ、そう、能力証明ができてるから青じゃないじゃん。青じゃない。だからちょっとこれまずいわ。だからミサトラン処刑がまっすぐいけるかどうかというと、ちょっといや、これちょっと今から投票変えられないよね。え、四ツ葉さんってバッカポリス確定なんですか、これ。はい、今日出てないです。じゃあトータスさん、緑ポリス、トータスさんしかいないですよね。あの、その場合はだからアメネコが青で、まあ、あ、そうだね。アメネコ緑前提だとミサトランさんって青だからちょっと怖いですね、今日は。アメネコさんって何でしたっけ、役所、ごめんなさい。あ、僕バカポリです。バカポリで、よっちゃんから初日に止められたっていうのがなかったから僕止めてたんですけど、あ、そうなん。あ、もうその時点で、あ、これ多分無人街でも多分言うから。あったかもよ、多分。私もポリスだから同速がありえた。あ、違う違う、止めてるモーションが出てんの。あ、そうなんだ。そうだ、僕目線止めてるから。でもそれが言われてないから、うん、まあもう、もう初日の段階で、だから他にいないんでしょって結構うるさく言ってたと思うんだけど、うん、出なかったらまあバカなんだろうなっていう、うん、ミサトランさんがもし赤だった場合は、まあアメネコの青が確定かな。でもかなりランさんは赤確定だと思って、ね、まあ一番人外っぽいのは間違いなくミサトランさんだよな。うん、ネズミ、ここまで使ったね、ネズミは。まあまあ、もちろん村だとは思ってないんだけど、うん、ランさん赤だったら、よっちゃんがまあ赤ではなさそうな、うん、まあ、議論の感触はあるんで、その場合は相方、はたさこさんとかになるのかな。スナッパイさんが、まあ、新ルックやったからね、まあ、その線、多いやつ。アメネコどっちなんだろうね、緑と。僕は、緑です。何見えないけどな。むずいな、これ。青が出るのかな。言うてむずいな。ね。あれで赤に見えないよ。ドキ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 。マジか。あ、ゴーストだよね。だからそうなんだよね。ゴースターだろ。
これでいけるかな。わ。これゴーストいかんかったら勝てます。あーあーめんどくさい。これはだるい。これ寄っちゃう赤でしょ。ナイスでかナイスナイスナイス不動俺はナイス。あ、まあまあまあここは挑発、うん、ああってなるとですよ。アメネコ青かせいじゃねえかこれ、うん、僕目線はもう楽勝ですね。アメネコが無害な青であることを願うけど、そんなのあったっけ。いや僕のもう僕を釣る余裕はないんで今日。まあないんだよね。はい。他の議論していただいて。うん、青赤緑って残りですよね、これも。そうね、多分。そう。だから僕視点は、そのポリスが全員人外だったパターンになったのかな、多分。だからよっちゃんとアメネコさんがどっちも嘘ポリスで、トータスさんが赤ポリスみたいな感じの。ポリスになるんだ、俺が。ぽいかな、多分。この視点はね。だから今日はトータスさん釣りでいいかなとは思ってますけど、僕視点は。鎖国になるか。まあそうですよね。今はそうなりますね。なんかあるかな。いや。むずいな。いや僕が赤だった場合、連携が取れてないことになると思うんですよ。インポスターと同士で、レレイさんに。僕は投票というか挑発をしに行ったという主張をする必要がないと思います、うん、あのターンでやるんだったら僕は誰かもっと違う人を連携をちゃんと連携を取って生きてる人に僕は投票するべきだったと思うんで、うん、インポスター同士だとあんまり思ってほしくないですねっていうところぐらいですかね。白を証明できそうなのは俺は四つ葉さんとのつながりはないと思うけどなっていうぐらいかな。初日よっさんって多分クリーナーの能力使ってると思うんですけど、これ畑迫さんに使ったのかな能力本当に。ああ。だろう。って考えるとやや畑迫さんの方が緑っぽくは見えるんだけど、いやでもむずいなこれ。ちなみにアメリカどっちだと思う？マジでわからん。いやなんかさ、赤ポリスが初日に能力使うんだったら普通にキルした方がいいんじゃないかっていうのもあるからさ、どっちも緑あり得るよね。これ結構本当に難しい。ガチで考えてみてるけどどっちもある。まあ、あえてやってるって言われたらまあそれまでですからね。これがあでもトータスやったとしても結構うまいんだよね、動きはね。トータスさん今日は誰と見てたのか。そこは自然ではある。今日は誰と見てました。今日あアメネコさん出てきてない。まあバカだからもう関係ないけど、てかもう青だからね、うん。止めるんだったら僕じゃないですか、トータスさんって。そこ悩んだよ。ただアメネコさんがまあおそらく青であろうっていう元からボマーやったらあれやなと思って一応止めに行ってる。なるほど。うん、釣る時間がなくなりそうやなって思ったから。え、これアメネコの役職ってさ、うん、シーフじゃないじゃん。シリアルもまあ多分なさそうじゃん。サバイバーじゃないじゃん、俺に蘇生されてるから。おそらく。いや、ゴーストでもないじゃん。だから魔術かボマーなんよ、おそらく。なんだと思います？ボマーかなー。
だったとしたらもう結局負けやから。そうなんだよね。いや魔術かな。でも今日止められないっていうのは本当なら、まあ、ちょっと分かんないなこれ。入れてはおきますね。僕は医学に1票入れてあるから、これをいるかな。マジか。次なしに。そうだね、うん、これはだるいな。言いたくなかったな。もうちょっと議論ごちゃごちゃさせたかったな。ゴーストめんどくせえな。まあ伊賀子さんを切るしかないから、キャンディーキャット切ったとしてもやな。繰り返らんもんな。まあ仕方ない。え？じゃあ僕がどっちかを選ぶんですけど、え、どっちに入れるかなこれ。多分ほんまに選ぶんは畑迫くんなんじゃないか。え、なんで？あ、違う。もう緑の人は、まあ、勝ちないですけど、選ぶっていう権利がもうなくて、うん、赤の人も選ぶ権利が今ない。でも僕がスキップしたらもう投票追放できませんよ多分。過半数超えないから。えい、戦え。いや畑坂君、僕もスキップに考えるべきだと思うで。一応じゃあこうほんまに選ぶのは畑坂君じゃなかったんかな。アメネコさんボーマーよ多分。これはちょっと僕、うん、時間軸が分かってないんで、うん、じゃあまあどっちが早いかの勝負ですね。そうね。これってランダムなの？いや多分ボーマーの方が早かったような気がするな。起爆なんかね、ランダムだったら僕昨日爆発させることを選んでたんだけど、分かる分かる、なんか分かんなくて結局ステイしちゃったんだよね、うんうん、そうなんよ。畑迫と到達の絵に置いてあるから。そうなんよ。予告が切られるの分かってほぼ分かってたから、うん、順番がそう、インポスター先なら爆発でいいんだけど、うん、はいはい、なんかボマーの方が早かったか一緒だったかな気がするからひよってしまった。どっちなんだろうこれ、分かんない、難しい。とりあえず僕は起爆ボタンを押すんで行動順、まあまあ、優先順位もう入ってもうたからね、はい、あ、多分爆発するかな。いやーこれはどっちが先や。ほら。残念。綺麗な花火だったぜ。早いなぁ、そっちの方がな。青のが早いんかな。あ、なんか起爆はなんか一番最初にもうボーンってなってた気がする。そうなんだ。うん、これだから本当は畑坂くんが選べたよね、どっちか出すかね。確かに。はい、というわけで、ナイス、ナイス、あー見事ゴーストが辛い。ちゃんもやるねー。ゴースト素晴らしかったね。うん、頼むって思いながらやってたわ。いやまあ言うて火薬職はお手の物やと思うのでね。うんうんうん、まあ村の範囲は伊賀子が
アメネコを復活させたことだよ。言うなよそれ。そうだそうだった。確かに。みんなショックだと。それのおかげだわマジで。ね。そうすると思っちゃったんだよなディオン。うん。というわけでおはようございます。